スカルピンは、アメリカ海軍の潜水艦。スキップジャック級原子力潜水艦の一隻。艦名はカサゴメの一種スカルピンにちなむ。同盟の米軍艦としては、未着工計画艦の天地級潜水艦37番艦以来3隻目。スカルピンは1958年2月3日に、ミシシッピ州パスカグーラのインガルス造船所で寄港した。 1960年3月31日に、フレッド・コナウェイ夫人によって、命名、浸水し、1961年6月1日に、艦長、CN ・ミッチェル・中佐の指揮下収益する。スカルピンは6月8日に、パスカグーラを、出港、指定された母校のカリフォルニア州サンディエゴへ向かった。到着すると成長訓練を開始する。7月には、 ビュージェットサウンド海域で特別の大焼け身及び試験を行い、続いてサンディエゴに帰還すると定時の訓練を開始した。8月に真珠湾への2週間の巡航を行う。サンディエゴに帰還すると西海岸沿いの作戦活動に従事し、10月に成長後の信頼性試験のためメアアイランド海軍造船所に入居した。 作業は1962年3月後半に完了し、スカルピンは母校へ戻った。訓練活動の後、スカルピンは5月に太平洋西部に向けて出港し、8月にサンディエゴへ帰還した。沿岸での訓練活動、下方の評価試験及び艦隊演習に参加し、1963年1月初めに、メアアイランド海軍造船所で船体の調査を行う。 1>, 1月末にサンディエゴに帰還し、定時の訓練に2ヶ月間、10時、3月29日に乗組員の家族を乗せた巡航を行う。4月にメアーアイランドに帰還し、信頼性試験を行い、8月にサンディエゴに帰還、沿岸での作戦活動に従事した。12月前半、スカルピンは太平洋西部への展開の途中進寿安で停泊していたが、 不完全な配管の修理が必要となり、メアアイランドへの帰還を強いられた。1964年2月25日にサンディエゴへ帰還し、同行を拠点として4月前半まで活動した。4月8日に第7艦隊との任務のため出航する。合流に先立って、真珠湾、シドニー、スービック海軍基地を訪問した。配備では、スビック 沖縄の那覇沖で第七艦隊と共に活動する。1964年10月20日に母校に帰還し、この配備の功績により、主君部隊賞を受賞した。続く25ヶ月にわたって、スカルピンは、サンディエゴからワシントン州バンゴールまでの西海岸沿いに、作戦活動及び演習に従事した。1966年11月27日、 スカルピンはサンディエゴを出港し、那覇に向かい、再び第七艦隊との任務に就いた。1967年5月11日に母校に帰還し、沿岸での作戦活動を再開した。スカルピンは7月27日から10月26日まで拡張訓練巡行を行い、11月11日にはリンドン B ・ジョンソン大統領のための デモンストレーション選考を行った。12月31日、スカルピンは、ピュージェットサウンド海軍造船所でのオーバーホールが通知され、1968年1月2日に、銅造船所へ向けて出港した。これは、スカルピンにとって、初の大型オーバーホールであり、収益以来初の燃料交換であった。1月30日に、カンドックに入居し、 作業は1969年1月22日まで続けられた。海上公務と訓練は7月26日まで行われ、続いて新珠湾へ成長訓練巡行に向かった。8月22日に西海岸に帰還し、サンディエゴで維持補修作業が始められ、作業は9月8日に完了した。スカルピンは、 カリフォルニア州沿岸での作戦活動を1970年2月6日まで継続し、その後西太平洋での配備のため、真珠湾に向かった。スカルピンは2月21日に真珠湾を出港し、3月6日に沖縄の中城湾に入港した。その後スービック湾、香港、横須賀を訪れ、サンディエゴには8月21日に帰還した。 沿岸での作戦活動を1971年1月4日まで継続し、続いて、メアイランド海軍造船所で3ヶ月の信頼性確認作業が行われた。作業は4月16日に完了し、スカルピンはサンディエゴに帰還した。スカルピンのスケジュールは10月に中断され、ピュージェットサウンド海軍造船所で官邸部を、 サンドブラストにより清掃し再塗装が行われた。スカルピンは1971年11月13日にサンディエゴへ帰還し配備の準備を始める。配備は1972年1月5日に始まり7月24日に完了した。その年の残りはサンディエゴで経流され会場で過ごしたのは15日間のみであった。 1973年2月2日、スカルピンは、メアイランド海軍造船所に入居し3ヶ月間の、信頼性確認作業が行われた。作業は5月に完了し、その後は、太平洋沿岸で、作戦活動に、10時、11月12日に、サンディエゴに到着し、配備の準備を始める。1974年1月7日に、サンディエゴを出港。 新珠湾に向かい続いて、西太平洋への拡張巡航を行った。スカルピンは1990年8月3日に退役し、1990年8月30日に除籍された。最後の艦長は JB アラン中佐であった。スカルピンの退役式は、ノーフォーク海軍基地で行われた。戦隊は、 原子力艦再利用プログラムに従って、ワシントン州ブレマートンで2000年10月1日に解体が始められ、2001年10月30日に解体が完了した。ありがとうございます。